ソヤビバリーからのアクがすごいのかな。あと、といてニンニクから出てきたニンニクの、ね、もやし。インドの食材だけで辛い、汗だく。パルマーケットでどこでも売っているインドで鍋を作るときにこれを使って、子供の頃なんでこのまま入れるんだ、フェンネルを鍋に入れる人そうそういないよね。ただすごい余ってたんで、これで今日でもう完食。さ、茹だってきたんで今日はこれを使う。前一旦単体で麺だけ食べた日清劇のコリアンキムチフレーバーヌードルの、今日は麺は別の機会に食べることにして、今日はこの麺を使わずにこちらだけちょっとありがたくいただく。これね、この鍋にいろいろ具材を入れて、今キャベツを入れて、あの白菜がないんだよね、だからキャベツで雰囲気、白菜の気分でやります。それから、パスタで結構使ってきたフェンネルをそのまんま入れます。これもすぐ茹だっちゃうんだけどね。それから茎の部分ね、あのパスタの時に葉っぱだけ使ったんで茎の部分余ってるので、そうそう、茎先にやるんだけど、茎の部分はね、気持ちとしてはセロリを食べてる気分で食べられます。さらにソヤビンバディ、大豆ミート、これもこれ一回茹でて柔らかくしてます。これを入れる。はい、このキムチパウダーを入れる。要はキムチ鍋的な感じになればいいかなと思って、ただでベースとしてはベジコンソメを入れちゃう。だから今のところっていうか、今日は完全にベジです。ただこれだけだと容量的にちょっと薄くないかなっていうのもあるので、ほとんど辛くないホールのインド版鷹の爪ね、これは絵面的に入れる。でもうちょっと辛め出そうということで、スーパーで買ってきたチリパウダーね、いいね、はい、これもキムチ鍋なんで、このタミルナドゥから送られてきた土鍋にチリを入れる。さらにこれ豆腐ね、ちょっとアク取らないとダメだな。どっからアク出てんだろう、大豆ミートかな。インドのほうれん草ってちょっと大きめなんだけど、ほうれん草をドバッと入れます。ソヤビバディからのアクがすごいのかな、すごいアクだね。それから一応これか、激シーズニングパート2が入ってるので、これも入れとこうかな。ここまで味見一切してないけどねまあ何でもいいけど、お料理レシピではなくて、インドにあるものでインド料理以外を試してみるシリーズなので、はい、そんなに味とか作り方にはこだわってません。さあ食べよう。これに放っといたニンニクから出てきたニンニクの芽です、ね、ニラじゃない、ニンニクの芽、放っておいたニンニクが出てきたニンニクの芽。それから伸びすぎてしまったもやし、あの自分で作って栽培ってほどのもんじゃないけど、ここからもうギュッと取ってもやし、はい、出来上がり。インドの食材だけでキムチ鍋風を作ってみた。インド製の韓国風味ヌードルを使った、ヌードルのプーマスープだけを使ったキムチ鍋。もやしがね、やっぱり元気がなくてしょぼいんで、火を通すとあっという間になんだこのえのきみたいになっちゃうんで、だもやしはすぐ火入れたらすぐ食べられた、うん、要は、日清劇の粉末パウダーを使っただけのキムチ鍋です。あったけど辛くて一回でナムルみたいなんですよね、自家製もやし、もやしがいい味出してるわ。それからインドなので大豆ミート、ソヤビンバリー、大豆の油を抽出した後の、ま、残り物だよね、大豆ミート、ただ栄養たっぷり合うわ、全然これでいける。要はタイのさ、タイ好きあるじゃないですか、タイ好きでもこういうの入ってるじゃない、タイのラーメンにも入ってる、だからあそこからインスピレーションちょっともらった。激辛好きの僕だけど、辛い、汗だく、うん、美味しい、辛くて美味しい、全然美味しい。日清劇素晴らしい、ラーメンとしても美味しいけど、韓国鍋、一人鍋には十分であります、キムチ鍋にね。それからもういろいろ混ざっちゃってるから、これフェンネルかな、フェンネル、これこんなになっちゃった、見た目はちょっとあれだけど
やっぱあの想像通り、春菊とかどっち系を入れた感じ、時の感じになってる、うん、春菊を入れるじゃないですか、あの感じに近づいている、うん、で、このこれインド製です、輸入じゃないです、メイドインディアの TOFU です。豆腐についてはまた後日の動画であげるので今日は触れません。ちょっと豆腐を使うのはこれ2回目でこっちの動画先になっちゃったんで、ただ豆腐の1回目の動画っていうのがあるので、そちらで明るくそうしでね、あ、そうそうそう、それから、これは玉ねぎのから伸びただけなんで入れますか、こうやって、これいい感じだ。で、さらにこれをね使う、インドなんで逆になってた。本当は春雨的なものが欲しかったんだけどちょっとなくて、これはあのローカルです、インドのその辺の町のローカルマーケットどこでも売っている、これマイダなんですよ、マイダ、小麦粉の細麺で、本来はこれはインド人にこれも持ち歩いてたらあの話しかけられて、これはミルクに入れてあのキール、スイーツ用なんだよ、だけどちょっとこの鍋に、韓国鍋に、キムチ鍋にあの入れて春雨的にしたら美味しいかなと思ってとりあえず買ってみた。あのヌードルどこ行った、このヌードルじゃないんだろうけど、インドの人は本来はスイーツ用にする、この小麦粉ベースって言ったけどちょっと茶色いんだよね最初から、不思議なことに、ちょっと細いかな、多分かな、うん、あの春雨じゃないけど十分春雨代わりになるから、インドで鍋を作るときにこれを使っても全然いける、特にそんなに味はない、だから本当に春雨がみたいな感じ、食感とかバリエーションを楽しむものとしては全然いける、全然春雨食ってる気分、インドのよくわからない、ね、ほらほらスイーツ用の絵が描いてあるでしょの、これ全然いける、全然美味しくいただけて、フェンネルはあの原型がとどまらなくなっちゃうから、あのしゃぶしゃぶ感覚であのすぐ入れてすぐ食べる、しゃぶしゃぶ感覚で、ね、春菊もメインには決してメインにはならないけどさ、やっぱ鍋に春菊入ってるとなんかいいよね、特に年取ってくるとね、子供の頃なんでこのまま入れるんだとか思うかもしれない、若いうちはさ、いやそれがいいのよ、やっぱあんまりやっちゃうとすごいなんかどどめ色の綺麗じゃない色になっちゃうから、さっと湯通しして一番緑色がなんか鮮やかな瞬間のうちに食べちゃいましょうか。フェンネルを鍋に入れる人そうそういないよね、ただすごい余ってたんで、これで今日でも完食、フェンネルパスタに3回ぐらい使ったその動画もありますが、フェンネルです、うん、ちょっとね、まあ、ハーブの意思なんだけど青臭さがあって鍋の中での春菊 の役割を果たしてる、インドでインド製の日清劇という韓国キムチ風味というインスタントラーメンの粉末の部分だけを鍋の元代わりに使って、で、白菜はないのでキャベツ、それからインド製の豆腐、それからインドの、ソヤビンバディ、大豆ミートだねとか、まあ、フェンネルとか自家製もやしとかを入れて十分に美味しいインド製の土鍋を使って、しかもタミルナドゥ製の土鍋を使って十分美味しいキムチ鍋ができました。 100% インド製、この後も 100% インド製にこだわって、いろんなものがまだまだ続きます。それだけ。